いや。は？何これ怖すぎるんだけど。いやー、このスキンでこのエモートすると、ちょっとホラーっぽいってことに気づいてしまってね。しょうもねえことに気づいてんじゃねえよ。てかしょっぱなからアップで流すな。怖いから、閲覧注意って書かなきゃいけないレベル。ということでどうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。このチャンネルの動画、毎日見てくれてる人はわかると思うんですけど、実はここ最近、ビクロイ取れてないんですよね。確かに、最後ヘビ砂に抜かれてばっかだったもんな。そろそろビクロイが欲しい、真剣にやっていくよ。そういや以前ゾンビの巣全部壊すとか、くだらない企画もやってたもんな。ま、結局全部壊すのはシステム的に無理だったんですけどね。さて、初手は緑アサルトにブギーボム。ブギーボムはゾンビにも効果があるから、悪くないね。そしてタクショもゲットだな。近距離も一応大丈夫だぜ。そこに落ちてるのはコモンのリボルバーね。あ、ミニポもある。ラッキー。ここの家、狭いけどフロアドロップ豊富だし、宝箱最大2つあるから結構好きだわ。お、今度はデカポが出たな。これでシールドマックスまでつけられるぜ。ま、ゾンビ倒せば多少はシールドつくけど、ここで飲み切っちゃうわ。そしたらすぐ敵と戦えるしね。さて、それじゃあ早速敵を倒しに行くのか。そうね、でもゾンビ倒してると弾切れになりがちだから、ここの弾薬箱を開けていくわよ。中高系弾が出たのは嬉しいな。さ、ゾンビに詰められる前にここを出ないとね、ワンチャン地下室でフルボッコにされるからね。こいつら、舐めてかかると結構痛い目見るからな。あ、あそこの家壊れてる。ゾンビのおかげで敵のいる位置が丸わかりだわ。そこのガレージのところね、シャッター破って出てきたらチャンスよ。あ、上に行ったか。もしかして、今のでバレたのか。いや、多分違うわ。ゾンビの巣にグレネード投げようとしてたのね。さて、ここは一旦シールドバブル。って、普通にゾンビも一緒に入っちゃったよ。あんまり意味ないじゃん。ゾンビは普通に一気できるのかな。さあ、どうだろうね。とりあえず今は全然落ち着けないわ。ま、外の敵からの攻撃は警戒しないで済むけどな。さて、バリアの外に出るわよ。お、ゾンビの遠距離攻撃は防げたけど、普通に通り抜けてきたわね。さ、削られた分のシールド、きっちり返してもらうわよ。リボルバーの音、やっぱり気持ちいいな。よっしゃー、全弾撤収。そりゃゾンビ相手だからな。あ、あそこの巣、結構耐久値減ってるわね。しかもグレネードだ、5個もあるし、これは一気に壊せるわよ。壊したらキング企画制だからな、ラッキーだな。さっきの敵さん、だいぶいいもの残してくれたわね。さて、そろそろ壊れたかな。む。まだか、でもあとちょっとね。ここまで来たらツルハシで壊すわ。お、ジャブジャブ2つも出たな。うおーおー、しかも金のヘビ砂だ。やったー、めちゃくちゃ嬉しい。金のヘビ砂で単で猛用はないかなと思い、あの後すぐリテールローを後にしました。アンチも遠かったしね。って、ジャブジャブ2つとも持ってきてるし。あとは、アサルトはまあいいとして、ショットガンはもうちょっといいのが欲しいなー。あ、あそこに紫の自販機あるじゃん。コンバットとかでないかな。いやー、そう都合よく欲しいものが売ってるもんから売ってたわ。お前マジで自販機運はめちゃくちゃいいよな。もうこれだけ揃ったら十分ですわ。強いて言えば、強いて言えばスカーが欲しいですけども。いやいや、そんなに欲張るもんじゃないさ、金スカ出たわ。おいおい、今回運良すぎだろ。1キルしかしてないのに、コンバットスカーヘビ砂って、霊夢が思う最強武器セットが揃ったじゃねえか。こんなことは滅多にないわよ。こんだけ恵まれてるんだから、今回こそビクロイ取らないとね。あそこの上にロボットがいるのよね。そしてそれを、誰かが攻撃してるみたいだな。それはナイスね。あ、ロボットがジャンプしたな。ああ。ちょうど補給物資のところに、そう。私が開けようと思ってたのに。あ、でもまた移動するみたいだぞ。さっきロボットを売ってた人に仕返しするのかな。まだ売ってるわね。その勇敢な行為には感謝しつつ、狙撃させてもらうわよ。千載一遇のチャンスだな。よし、ちゃんとヘッドに当たった。さ、次はあなたよ、ロボット。復讐する相手はもういないからね。さっきの人がどれだけ耐久値削ってくれてたかだよな。そうね、でも金スカーだから、結構ダメージは入るわよ。お、ちょっとずつ近づいてきてるぞ。来た、ロボット壊れたわ。しかもパイロットにもかなりダメージ入った。よっしゃー、そのままキルできた。なんともあっさり、ほぼ危険を犯さずに2キルだな。そう、これが金武器の力よ。これで2人分のアイテムをゲットできるわ。おい、木材とか取り逃してんぞ。ま。まあ、あっちの拾えばほぼカンストするでしょ。それにしても、ヘビ砂で倒した敵が、かなり崖っぷちに立ってたから、アイテムが全部滑り落ちてきてくれて、ラッキーだったわね。この試合はマジで運が向いてるな。しかも今の2キルのおかげで、補給物資もかなり安全に開けられるっていうね。ま、欲しい金武器といえばコンバットくらいなんだけども。うわ、またキンスカー、贅沢だな。
それよりも、ショックウェーブグレネードが出たわ。この終盤、スラープジュースよりも、攻めにも使えるショックウェーブの方が強そう。安全を確認してスラープジュースを飲み、ショックウェーブを持っていくわよ。これがベストだと思うわ。もしもコンバットが効いて、ショックウェーブが6あれば、現環境で私が考える最強インベントリと言えるわ。最強インベントリは個人によって意見が分かれるとは思うけどな。一度でいいから揃えてみたいわ。ま、今でもほぼ最強だから、十分なんだけどね。おっと、サッカー場跡地で敵2人が対戦中で、さらにその左から、敵の建築が見えたな。ロケラン持ってる人ね。っていうか、それじゃあ敵は、ヒーフミー。3人全員、あの辺に固まってるじゃないの。そうだ、つまり今他の場所を警戒する必要はゼロ。強気にあの場所に近づいて、最後の一人を倒せばいいのね。これも強運の結果なのか、図らずも最適な立ち回りができているぜ。そして残る敵は2人に、しかもその敵同士も戦闘中。これは、今度こそビクロイが狙える。フラグにならないことを祈るぜ。終わった、さあ決戦の時だ。まずはそのアイテムを取りに来る時に、ヘビ砂で狙う。ああ、外した。でもすかさずキンスカーの強襲。張り替えの速度は遅くなったままだから、意外と当たるよ。さあ、頑張るんだぜ。スラープとかも落ちてるし、相手に回復の隙を与えたくないな。そうね、とりあえずスラープのある場所からは遠ざけたわ。そして建築で一気に接近よ。上取れるか。ロケランあるんだった。でもこの接触で77ダメージ、シールド割ったわ。てか、キンコンバットとショックウェーブ。これは、まさか。一瞬だけど、最強のインベントリが完成したな。うおおお、テンションマックス。キンコンキンスカキンヘビスナ。この三重視はやばい。さあ、今の私はほぼ無敵。オラオラ行くわよ。まずはキンスカーで相手に圧力を与えていく。てかさっき気づいたんだけど、あの人の資金潜入者よね。潜入者。なんか面白いよな。なかなか強そうだけど、負けないわよ。ここは一旦階段で上に登っておく。元からあった建築と絡めるんだぜ。な。ショックウェーブ。相手も持ってたか、飛びながら撃ってきたな。ダイナミックな戦いになってるぜ。また飛んだ、気をつけなきゃ。一発食らったな。でもまだ大丈夫、ここでショットガンの打ち合いだ。再びシールドを撃破。ここをキンスカーで壊し。フィニッシュ。やったー。久々のビクロイ。いろいろ運が良かったが、とりあえずおめでとうなんだぜ。最強インベントリも揃ったし、良かったわ。最後の潜入者さんとの戦いも熱かったし、GG ね。ということで、今日の動画の本編はここまでなんだぜ。チャンネル登録やクリエイターサポート、良ければよろしくなんだぜ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。そして最後に、視聴者のホロさんが、このシリーズのパート200到達記念に、今までのキルシュー動画を作ってくださいました。ホロさん、本当にありがとうございますなんだぜ。とっても素敵だったので、皆さんにも共有させていただこうと思います。ぜひ最後まで見てほしいんだぜ。それでは、ホロさん作成のお祝い動画、どうぞご覧ください。最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。